ナミさん、旅の途中の動画の作成お疲れ様です。今回はですね、過去の戦いということで動画の方を拝見させていただきました。概要欄に貼っときますけども、非常に短くて大事な動画になっていますね。えっ、ー、と、過去の戦いではないんですけども、私はね、過去は変えることができると思ってるんですよ。それはどういうことかっていうと、例えばね、昔すごく嫌なことがあった。それを引きずって、今回もその嫌なことを思い出して嫌な目に遭うんだったら、過去は変わりません。でも、 その昔嫌なことがあったここととを糧にですねその嫌な,こと嫌なことが起きたことを自分の経験として他の人の気持ちが分かってあげられたりとかそこでどのような解決策があるのかっていうふうにお伝えできていくもしくは昔嫌なことがあったからそうじゃない自分を作っていこうというふうにいわゆる乗り越えることができたらねそういうふうな昔嫌なことがあったことが今の強い自分を作ってくれるそのきっかけになったということでプラスに生かすことができると思うんですよ。 つまり過去に起きたマイナスっていうのはそれをプラスに変えることができた時点でマイナスがあってよかったと思えるしマイナスがあったんだけども今でもそのマイナスを引きずってやっぱりマイナスを作っていったらじゃあ悪いことは悪いまんまだよねってことになっちゃうんですよね。うん、だから私はねやっぱ過去は変えることができるかなと思ってるわけなんですよね。でそもそも過去って一体何なんでしょうかね未来と現在と過去って同時に存在してるような気もするんですよ。同時にね。うん 私たちはそれを過去は過ぎ去って今この瞬間は今作られていて未来ってのはまだやってきてないと思いますけども本当にそうなのかなと思っちゃうんですよねここからちょっとねあのオカルトチックの話になってきますので別の機会にお伝えしようかと思いますけどもいやでもね過去は変えられると私は思いますけどもね昔マージャン店のうだつながらない親父だった私なんですけども今はまんまとね今はこういう暮らしをしてますそれは今 思うんですけども麻雀店が赤字だったからこそできた逆転だと言えるんですよ麻雀店が安定したら私は多分インターネットのビジネス業界に入ってこなかったと思いますんですね。未だに麻雀屋やってるかもしれませんそれじゃ